ピンポンパンポン。以下の成分が含まれています。ご視聴にはご注意ください。皆さん、おはこんにちばんは、ただのレイです。このまま続けて撮ろうかな。うん。今回も、バイオハザード RE2 の実況をやっていきます。はぁ、びっくりした。前回は、レオン、一人の命と引き換えに、蘇りましたけど、このクラブの鍵を手に入れたところで、前回終わりました。でね、まさか追跡者が出てくるっていうことを私は知らなかったよ。っていうのと、今回は、クラブの鍵を手に入れたので、行き先がいろいろ増えましたよね。なんで、そのクラブの鍵を頼りに、いろいろと繰り広げていきたいと思います。あー、青ハーブ使ったのちょっとミスだったかな。あー、ゆえおー、カーキ空気こー聞いてないよー。あおー、聞いてないっす。聞いてないっすけど、無視していくっす。わかったわかった。はい、さっさと行っちゃおうねー。もう強行突破ですわ。で、ここには何があるんだ？お？工具、あ、これ使って今度図書館のあれ開けるんだね。まだあるんだね。ここが、ハートの鍵が必要だからまだ行けない。どっから来る？どっから来る？どっちから来る？どっちから来る？そっちから来る？オッケー。来い。なら来い。あれ？他に取れるもの、あ、ガンパウダーかな、もしかしたら。あ、ただの手榴弾か。ただの手榴弾って言い方もあれだけど。あ、あった。あ、ガンパウダーだ。じゃあこれを手に入れて、あともう用事がないので、さっさとおいとましちゃおうか。で、今度上だな。じゃ、出て左だ。出て左。出て左。もうとにかくまっすぐ行こう。ちょっとお電話タイムしてました。聞いてないよ。ちょっと待ってよ。ずるいよね。ずるいよ。あ、待って。あ、まだ大丈夫だった。聞いてないよね。こんなんじゃセーブもできないじゃん。しかも来んの早いし、なんか来んの早くない？来んの早いよ。さっさと逃げちゃおう。こんな過激な鬼ごっこあるのね。あ、でね、ここを、これ多分これ使うんだよ。ほら、上がった。まあ、これだけの話なんですけど、多分これしてると、まだ来るよね。知ってる。ちょっと過激な鬼ごっこをしていきますね。どうする？どう来る？どう来る？かわいいな！こうやって登ってくんのね！めちゃめちゃかわいいな、こいつ！めちゃめちゃかわいいな！ただね、あれってタイラントになるのかね、わかんないけど。音楽がちょっと途絶えるまでは、しばらく鬼ごっこタイムになりそうだな。どうしよう、次どこ行こうかな。あーあー、じゃあここの被疑者確認室ってとこに行くか、次。なんか、あれだね。フリーホラーゲームとかに出てくるよね。こういう追いかけっこってね。やだな。急に出てくんだもん。じゃあ、ここを登って、あ、ここ下るのか。あ、じゃあ登れない？あ、非常階段から登って、行こう。うん、それで行こう。
分大丈夫でしょう。出てきたらね、出てきたらまたこっちで対応すればいいからね。いや、ほんとにびっくりさせないでほしいよね。こっちか。こっちだな。あ、こっちじゃないや。こっちこっち。いやー、もうほんとにびっくりドンキーだよ。で、ですね、ここをまっすぐ行って右ですね。まっすぐ行って。右？あ、出てくるかな？怖い怖い。で、ここ行って。ここの下。え、これさ、クリアできるかな？なんかもっと不安になってきたんだけど。で、ここを。ここだね。ここがクラブの鍵が使えるので、ここで使います。ここは何室かな？あ、そう、被疑者暗視なんとか室か。え、怖いよ。何これ。あー、ガンパウダーか。ありがたい。これは？押収品報告書。押収年月日。1998年8月14日。あ、2階待合室。うんうん。上記押収場所で不審な行動をしていった男性を発見。巡査が声をかけたところ、慌てた様子で逃走を図ろうとしたため確保。彼が所持していたメモを押収した。紹介するまでもない。彼のことはよく知っています。ジャスティン・ハンソン39歳、市内在住独身。ここの留置場の常連ですよ。悪い奴じゃないんだが、鶏並みの脳みそでね。おまけに病的な頭皮持ちだ。あ、なんかいたね。けどまさか死刑で仕事をしようとするとは。ビニール袋に紙切れが入っている。左に6、右に2。左に11。あ、やっぱり違うんだね。じゃ、これはまたメモしておきましょう。メモタイム。はい、メモタイム終了。じゃ、早速これ取りに行きましょうね。これ何？お？お？あ、こっち来れるんだ。ここ確かハートの鍵じゃないとね、入れないからね。ぶっちゃけハートの鍵なくてもいいんじゃね？ここは取り調べ室。よいしょ。これ取ったらさ、なんか来んでしょ？取っちゃったよ。取っちゃったよ。あ、大丈夫だったっぽい。嫌な予感するな。さっさとこれ登ってっちゃうのね。多分ね、ガシャーンとかなると思うよ。あ、大丈夫だったね。うわー！あー、もうなんでお前くんのさー。痛ーい。しかも待っててくれてるし、次の攻撃なんて優しいの。もうなんて呼ぼこの人のこと。これから私なんかさ、隠れる場所がないのがほんと困るんだよね。怖い怖い。ハートの鍵がないから一方通行なんだよここ。え、怖っ。足音が遠のかない。でもね、あの2原作の追跡者と違ってこいつ走ってこないから、そこが本当にありがたい。何？2の原本よりなんか紳士的になってる。次の攻撃まで待ってくれるし、あと走ってこないし。怖い。怖すぎて私もう何も喋れない。待って、あ、もうクラブの鍵これでおしまいか。あ、じゃあ捨てよう。さよなら。あとはこれは何？ちょっとびっくりすぎて調べてなかったんだけど、これは蓋が宝石で飾られている。中に何か入ってる。あ、ほんとだ。カシャカシャ言うね。カシャカシャ言う。じゃあ、あれだ、あの赤い宝石入れればいいんじゃないかな。ただね、今外出れないんだよね。やばい、私の心臓もドキドキいってる。あれ、これってもしかして私が出ないとダメだ。パティン、でもさ、あんな狭いところどうやってさ回避すんの。ここの部屋に呼んで、ぐるっと回っていくとか？はっ！怖っ。怖っ。早くどっか行ってよ！え、なんか追跡者表すマップとかないの？
ないよね。あるわけないよね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。引き者、引き者。私が今考えてる方法は、まあ、呼んで、ここに呼んできて、入ってきてもらって、で、私はこれを抜ける。で、向こうがこっち入ってきたら、私が出てって、巻き返すっていう方法を、ちょっと取ってみようか。いつまでここ立っててもしょうがないからね。ほら、来いや！ほら、来いや！あれ？ほら、来い！俺はここにいるぞ、来いや！来い！いやいやいや、そういう問題じゃないから君に来てもらわないと困るから、来て、お願いだから来て、ね、お願いだから来て、ね、お願いだから、おいで。何やってんの？煽ってんの逆に。怖い、怖いけどやるしかない。来れるもんなら来なさいよ。え、何なの、行っちゃったよ。行っちゃったよ。じゃあここ一気に駆け抜けて、一気に駆け抜けよう。作戦。うわあ、ダメ？あ、いけた。よし、一回の攻撃だけでなんとか逃げ切れたぞ。で、ここ入って、ここ出て、大丈夫？なんかガチャガチャ言ってるけど、やばくない？何？こういう追いかけっこが今後続くわけ？え？嘘でしょ？聞いてないよ、僕。そういう追いかけっこが今後続くって。鬱陶しいよ、あいつ。振り切れないの？でしょ。嘘でしょ。やばい、この追いかけっこをしながらの探索か今後。しかも俺見つかってる、もしかして。あ、いいこと考えた。ちょっとレオン出て。こっち行って、そうすればもう相手いないよね。あれ、いないよね。いたら困るんだけど。あ、よかった、いないいない。で、ここでこれやりたかったんでやろうと思います。これマズルブレーキ、マチルダ、マチルダ専用の強化パーツ、発射ガスを上方向へ排出することで銃口の跳ね上がりを抑えるマズルブレーキ。うん、あんまりよくわかんないけど使ってみればわかるかな。おお、どうなったかわかんないけど、まあいっか。え、ちょ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 っと待ってね。どっちから出てくる？こっち？こっち？あ、よかった、いなかった。あー、焦った、焦った。うわ、怖っ。ちょっとここで一回セーブしよっか。で、次行く場所はね、図書館の場所なので。は？びっくりした。ここにいたのね。
ちょっと待ってね。さっさと逃げよう。え、嘘でしょ。うわ、痛い、聞いてないよ、聞いてない、そんな話聞いてない。はい、はぁ、というわけで、安全地帯に逃げてきました。じゃあ、ここでセーブして、はい、というわけで、いっぱいちょっとなんか立花がいたり、なんか追いかけられたりと、難易度がまたちょっと一つ上がりましたね。私ほんとクリアできる気しないんですけど、でもまあね、やるからには最後までやりますよ。で、このバッジと、あ、あ、スターズのバッジ、ほんとだ、バッジ。でもバッジだから何、なんかあんの。お、なるほどねー、どんぐりねー。で、この部屋にももしかして入ってくんの。なんかすごいガッタガッタ音するけど、いや、さすがに入ってこないよね。じゃあ、今新しく道が開けたので、このパソコン行くと、行くのとやばい、めっちゃ声震えてる。あと図書室にも行きたいので、2階に上がってシャワー室通ってスターズオフィスに行ってみたいな感じの作戦で行きます。やばいなぁ、いや、ほんとにやばい。あ、で、一つ、これを作っておいて、これを置いとこうかな。これ置いときます。嘘。なんかね、今、皆さん聞こえてますか？やつの足音。やつの足音がしなくなったら行こうと思います。って言ってたら、なんかしなくなったね。あ、大丈夫っぽい、よかった。あー、怖かった。じゃあここで、どんぐりキーを使いましょう。これで開くかな。開いた。おお、ライトニングホーク、マグナムだよね多分。50円E弾を7発装填できるマグナム、自動拳銃では珍しい。ガス圧作動方式を採用し、高い威力と命中精度を両立する。嬉しいわ。お、スターズ隊員宛ての手紙。親愛なるスターズ署員諸君、君たちは相変わらずあのオンボロ警察署でムカつく上司のおもりでもしてるのかな。俺か、俺は美女とデートしてきたところだ。彼女の大きな傘の下で何があったかはご想像にお任せするよ。ヨーロッパは最高だ。1ヶ月程度のバカンスじゃ全然足りない。半年は戻らないかもな。バリー、あんたはこっちに来ようとなんて思うなよ。可愛い娘さんたちが泣いてもいいのか。美女は俺に任せとけ。ジル、クレアから連絡があったら兄貴は元気にしてるって伝えてくれ。8月29日、クリス・レッドフィールド。え、クリスってこんな、なんか、何、なんかおちゃらけたようなこと書くの。そんなこと書くの、クリスって。へえ、でもなんかクレアとかなんかジルとか出てくるの見てるとなんかテンション上がるね。へぇー。しかもバリーも音も書いてる。なるほど。まだ武器庫あるね。探してみよっか。あれもうなさそうだけど。あれないけどね。これとか？これまた取れるんだ。なくなった。これって良かったのか。なるほどね。じゃあ次は、図書館に行きまーす。図書館。図書館。多分
しばらくは。なんで光ってんの？やめろっし。さあ、これ動かすぞ。これも動かすぞ。そしてこれも動かすぞ。もういい、あいつらは無視する。それでもう取れるのかな。うわ、またなんか変な足跡がする。あ、これで登っていいんだ。登っちゃおう。なんで来てんの。やめてよね。で、ここで入れるんだ。あー、すごい、なんか大きい。やっと来たよ、メインホールに。なんかすごいガチャンガチャン音するけど、まだ。うわぁ！もうやめてよね。びっくりさせないでよね。うわぁ、びっくりした。はい、オッケー。びっくりした、もう。え？なんで来んの？ねえ、なんで来んの？私がこんな大きい声出したから？ワオとか。いや、そうかもしんないけどさ、びっくりするぜ、誰でも。あ、あれ？あれ？あ、よかったよかった。これでまた逃げ場が増える。もうね、そう簡単にやられるわけにはいかないからね。そっか、あやつとの鬼ごっこが始まるのか。やだなー。で、多分この時計台に次は行くんだと思うのね。行って、なんだっけ、分番、分、あれ、まあそれ取って行くんだと思うの。だからそれを取るのは次回に回します。なんでかっていうと怖いからです。僕がチキンだからです。なんで？なんでこんなに近いの？どっちから来んだ？どっちから来んの？え？怖っ。私がセーブすることさえも許してくんないの、このゲームは。よかったー、いなかったー、焦ったー。うわー、追跡者のこと考えなきゃいけないとか、ほんとやめてほしいよね。というわけでね、今回もバイオハザード RE2 を最後までご視聴くださりありがとうございます。私のチキンプレイがたくさん炸裂しますので、ね、そこんとこよろしくお願いします。では、また次回の実況でお会いしましょう！